ヨハネの書、第19章、そこで、ピラトは、イエスを捕らえ、鞭で打たせた。兵卒たちは、茨で冠を編んで、イエスの頭にかぶらせ、紫の上着を着せ、それから、その前に進み出て、ユダヤ人の王、万歳、と言った。そして平手で、イエスを打ち続けた。すると、ピラトは、また、出て行ってユダヤ人たちに言った。 見よ私は、この人を、あなた方の前に引き出すが、それは、この人に何の罪も見出せないことを、あなた方に知ってもらうためである。イエスは、茨の冠を被り、紫の上着を着たままで、外へ出られると、ピラトは彼らに言った。見よこの人だ。最主張たちや下役どもは、イエスを見ると、叫んで、十字架につけよう、十字架につけよう、と言った。ピラトは彼らに言った。 あなた方がこの人を引き取って十字架につけるが良い。私は彼には何の罪も見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには立法があります。その立法によれば彼は自分を神の子としたのだから死罪に当たるものです。ピラトがこの言葉を聞いた時、ますます恐れ、もう一度関係に入ってイエスに言った。あなたはもともとどこから来たのか。 しかし、イエスは、何の答えもなさらなかった。そこで、ピラトは言った。何も答えないのか。私には、あなたを、許す権威があり、また、十字架につける権威があることを、知らないのか。イエスは、答えられた。あなたは、上から賜るのでなければ、私に対して、何の権威もない。だから、私を、あなたに引き渡したものの罪は、もっと大きい。 これを聞いて、ピラトは、イエスを許そうと努めた。しかし、ユダヤ人たちが叫んでいった。もし、この人を許したなら、あなたは、カイザルの味方ではありません。自分を王とする者はすべて、カイザルに背く者です。ピラトはこれらの言葉を聞いて、イエスを外へ引き出していき、敷揮し、ヘブルゴデはガバタ、という場所で裁判の席に着いた。 その日は、次越しの準備の日であって、時は、昼の十二時頃であった。ピラトはユダヤ人だに言った。見よ、これがあなた方の王だ。すると、彼らは、叫んだ。殺せ、殺せ、彼を十字架につけよ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を、私が十字架につけるのか、祭司長たちは答えた。私たちには、カイザル以外に王はありません。 そこで、ピラトは、十字架につけさせるために、イエスを彼らに引き渡した。彼らは、イエスを引き取った。イエスは、自ら十字架を背負って、サレコーベ、ヘブルゴではゴルゴだ、という場所に出て行かれた。彼らは、そこで、イエスを十字架につけた。イエスを真ん中にして、他の二人のものを両側に、イエスと一緒に十字架につけた。ピラトは在状書きを書いて、十字架の上にかけさせた。 それには、ユダヤ人の王、ナザレのイエスと書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は、都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル、ローマ、ギリシアの国語で書いてあった。ユダヤ人の最司長たちがピラトに言った。ユダヤ人の王と書かずに、この人はユダヤ人の王と自称していたと書いてほしい。ピラトは答えた。 私が書いたことは書いたままにしておけ。さて、兵卒たちはイエスを十字架につけてから、その上着を取って四つに分け、おのの、その一つを取った。また、下着を手に取ってみたが、それには縫い目がなく、上の方から全部一つに折ったものであった。そこで彼らは互いに言った。それを裂かないで誰のものになるか、くじを引こう。これは、 彼らは、互いに私の上着を分け合い、私の衣をくじ引きにした、という聖書が成就するためで、兵卒たちはそのようにしたのである。さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と、母の姉妹と、黒パの妻マリアと、マグダラのマリアとが、佇んでいた。イエスは、その母と愛で人が、そばに立っているのをご覧になって、母に言われた。夫人よ、ご覧なさい。これはあなたの子です。 それから、この弟子に言われた。ご覧なさい。これはあなたの母です。その時、以来、この弟子は、イエスの母を自分の家に引き取った。その後、イエスは、今や、万事が終わったことを知って、私は、乾くと言われた。それは、聖書が全うされるためであった。そこに、つい、 葡萄酒がいっぱい入れてある器が置いてあったので、人々はこの葡萄酒を含ませた海面をひそこの茎に結びつけて、イエスの口元に差し出した。すると、イエスはその葡萄酒を受けて、すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られた。さて、ユダヤ人たちはその日が準備の日であったので、安息日にしたよう十字架の上に残しておくまいと。 特に、その暗息日は大事な日であったから、ピラトに願って、足を折った上で、死体を取り下ろすことにした。そこで、兵卒らが来て、イエスと一緒に、十字架につけられた初めの者のと、もう一人の者のとの足を折った。しかし、彼らが、イエスのところに来た時、イエスは、もう死んでおられたのを見て、その足を折ることはしなかった。 しかし、一人の兵卒が、槍で、その脇を突き刺すと、すぐ、血と水とが流れ出た。それを見た者が証をした。そして、その証は真実である。その人は、自分が、真実を語っていることを知っている。それは、あなた方も信ずるようになるためである。これらのことが起こったのは、その骨は砕かれないで、あろう、との聖書の言葉が、成就するためである。 また、聖書の他のところに、彼らは自分が刺し通したものを見るであろう、とある。その後、ユダヤ人をはばかって、密かにイエスの弟子となった、有タ屋のヨセフという人が、イエスの死体を取り下ろしたいと、ピラトに願い出た。ピラトはそれを許したので、彼は、イエスの死体を取り下ろし、に行った。 また、前に、夜、イエスの身元に行ったニコデモも,も、持つ薬と人工とを混ぜたものを、百均ほど持ってきた。彼らは、イエスの死体を取り下ろし、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、香料を入れて、余布で巻いた。イエスが十字架にかけられたところには、一つの園があり、そこには、まだ、誰も葬られたことのない、新しい墓があった。 その日は、ユダヤ人の準備の日であったので、その墓が近くにあったため、イエスをそこに収めた。